天平時代、日本は仏教美術の一つの頂点の時代を迎えていた。奈良は芸術の都として繁栄を極め、遣唐使がもたらした唐の最新技術を加えて素晴らしい仏像群を作り出していった。その代表作の一つが奈良興福寺の国宝官室像、阿修羅像。丸みを帯びて端正なみずみずしい天平の面差しである。阿修羅は本来不気味な姿に表現されることが多い。しかしこの像はすらりと伸びた手足が完璧なバランスを保ち、見る者を魅了してやまない。柔らかく優美に流れる絵文も天平の特徴である。唐からの高度な技術の輸入により、仏像が格段に写実性と人々の理想的な姿を持つようになった時代、それが天平時代だった。東大寺三月堂の本尊、国宝福宇建作観音像。こちらも傑作といわれる天平仏である。高さ3メートル62、その巨大な姿は厳かな静けさに満ちている。絵文の曲線もやはり流れるように美しい。慈悲の心が宇宙の外にまで届くというスケールの大きい仏らしく、風格あるどっしりとした顔立ちが印象的な天平仏である。東照大寺金堂の三尊、盧舎那仏と薬師如来は3メートル以上、千手観音に至っては優に5メートルを超す。どれも途方もなく大きい。これほどまでに大きな像はその前後の時代ではほとんど作られることがなかった。なぜ天平時代にばかり数多くの巨大仏が作られたのか。1200年以上も前、8世紀という時代にどうやってこんなに立派な仏像群を作ったのか。そしてそもそも一体誰が。今では名前すら残っていない古代の作り手たちはどれほどの時間と知恵と勇気と才能を巨大仏作りに費やしたのだろうか。日本人が愛してやまない奈良の原風景がここにある。8世紀、この地に天平文化が花開いた。遣唐船が運び込んだ大陸の香り。過酷な航海を経て唐の高僧鑑真和上が渡来したのもこの時代だった。鑑真が仏教の戒律を伝授するための学問所として東照大寺は建立された。敷地内には10棟に及ぶ文化財建造物、壮大にして貴重な木の建築遺産である。境内の奥まった場所に立つ御影堂、神殿の間の美しい襖絵陶製の奥に鑑真和上像が座している。日本へ渡るために苦労を重ね、ついに失明した鑑真和上。戒律伝来に命を懸けた高僧の静かで慈愛に満ちた最後の姿である。毎年秋に行われる寒月三仏へ、日本中から多くの人々が訪れ、月を目で金堂に安置された三体の巨大な仏像に参拝する。三尊はいずれも国宝である。
本尊盧舎那仏坐像、幾千もの仏を従える仏の中の仏。千手観音流像、千本の手で迷える人々を救うという。薬師如来流像、人々を病から守る。今では在りし日の三尊、1200年前の人々もこんな風に三尊を眺めたはずだ。どれも外からでは全身を見ることができない。改めてその大きさが実感される。